そう、すごい大きくして。テタどうだった、ブラックスワン。すごかったよ。でさ、あのシーダイオンがあそこにいて、うん、そしてなんか俺たちに置いてくるので、あの、うん、逃げましょう早く。まあ、近いよね。だったですね。どう出て近い？おお動いてるよ。シーライオンどう出た、シーライオン。羊が逃げちゃうから。え、閉めるの鍵？そうだよ、羊が逃げちゃうから。すごい、人んちん土地だから。抜けた。そんなに気に入った？イエローペンギン？あ、本当だ。え、かわいい。こっちこっち。でもあんまり近寄ったらあれか、かわいそうか。あ、羽を動かしてる。子供たちにはもう言わない方がいいかもね。うん、ペンギンだ。すごいね、庭にペンギンがいて。あ、ブルーペンギン。ブルーワイドペンギンだよ。うん、これ、こっちから見て。ほら、こっから撮る。うん、ペンギンが家にいます。下じゃもっと下。で暮らしてんのかな。暮らしてない。ここミーの恐竜マークの、ケトリン、ケトリンというところに来ています。ケトリンは、うん、あのイエローペンギンやブルーペンギンやイルカが見られます。ワイヨロどう、今日何見たですか。今日は、なんだっけ、イルカ。イルカにシーライオン、ここのシーライオンというところの、ま、うん、一番のマーク。なんてとこ教えてもらって。え、なんて町か。それね、ワイパパでシーライオン見ました。はい、はい、で、ここに来たらケンさんが急にあそこでペンギンが来たという伝言が来ちゃう。ママがくんま、それは見てみたいですね。そう、本当ですか。じゃあ覗きに行ってきます。お、インタビュアーみたいな。もういないんだよ。もういないんだよ。よ、これ書いてたよ。そうそう、カメラのところ。カメラ踊ってるじゃん、ケンさん。うん、いい感じ。よさこい、カメラよさこい見たよ。ユースはどこで、御殿場のそこい。確か星川ユースとはの。そういうさ、かっこいい踊りはできないけど、かわいい踊りになるって気がする。いいね、かわいい踊りいいじゃん。
俺ピーナッツ。なんで？嫌い。マジックだぜ。マジック。